山本博は、日本の元アナウンサー、厚生大学スポーツ健康学部教授。元日本放送協会エグゼクティブアナウンサー、解説委員。アナウンサーとしては、サッカー中継の実況を数多く手掛けたことで知られる。島根県松江市生まれ。小学4年から中学2年まで、静岡県浜松市に住んだことで、サッカーに親しむ環境を得る。 埼玉県立川越高等学校を経て、東京外国語大学外国語学部ドイツ語学科卒業。大学時代に当時ワールドカップ西ドイツ大会が行われていた西ドイツに3ヶ月間インターンシップで訪れている。就職活動の際、海外特派員を目指して NHK の記者職を志望していたが、大学に割り振られた応募用紙の数よりも希望者数が上回り、 じゃんけんに負けて入手できず一旦は断念。その後、商社やメーカー、民放を対象に就職活動をしていたところ、NHK のアナウンサー職の応募用紙が回ってきて、迷ったものの、最初はアナウンサーでも途中から記者に代わることが、可能だと聞いて応募。最終試験日は、民放の記者職の受験と重なったが、担当者の勧めを受け入れて、NHK の面接に臨み、内定を得る。 1976年入局後の初認知は、福島局で高校野球福島大会の実況を担当するうちに、解説者と話しながら勉強したりするのが面白くなり、記者職への思いは薄れていったという。その後松山局に赴任してから本格的にスポーツ担当となり、当時日本サッカーリーグ2部に所属していた、定人松山などを取材するなどして、サッカーへの造形を深める。 1982年に第13回全国中学校サッカー大会が愛媛県で開催され、その決勝戦の実況を担当したのが全国放送でのサッカー実況デビューであった。この試合の解説を当時日本代表コーチだった花岡秀光が担当したことが縁で、花岡から当時日本代表監督だった森光二を紹介してもらい、さらによく1983年に 日本代表が松山市で合宿をした際、ドイツ語学仮卒の山本が臨時コーチのベルティ・ホークツへのインタビューを自ら申し出たのが契機となって、サッカーに本格的に関わるようになった。当時サッカーの実況担当を希望する人間が少なかったこともあり、東京をアナウンスしつい後はサッカー関連の業務が増え、1985年に開催された。 フィファワールドカップメキシコ大会アジア地区最終予選ゾーン B 日本対韓国戦は10月26日の第1戦と11月3日の第2戦の実況を共に担当した。さらにワールドカップメキシコ大会の本大会はプロ野球のシーズンとも重なったことに加え NHKBS での放送中継数が増えたこともあって若手アナウンサーが抜擢されて派遣され15試合もの 実況を担当、当時は、情報も少なく、事前の情報収集から、準備確認まで一人で行わざるを得なかったという。同大会では、準々決勝のアルゼンチン対イングランド戦における、ディエゴ・マラドーナの5人抜きドリブルの全てを、マラドーナと4度連呼するだけで伝えた実況などにより、多くのサッカーファンの記憶に残る、名実況者として、名を挙げられている。 1993年 J リーグ開幕戦では、当時地元チームが存在していなかった福岡局、勤務だったにもかかわらず抜擢され出張し実況を担当、そのまま東京に移動となったという経歴も持つ。以後、500試合以上で実況を担当した。サッカー以外のスポーツも広く担当しており、特にアルペンスキーの実況を多く担当。長野オリンピックでの実況をはじめ、 東京オリンピックでの格好などの実況を担当している。2000年6月30日に NHK 解説委員に就任。2006FIFA フフワールドカップでは現地からの取材リポートを行っていた。2008年北京オリンピックでも現地からの取材リポートを担当した。解説委員就任後もアナウンサーを兼務していたが2005年6月末をもって アナウンサーの職を離れている。2007年10月、大相撲の時津風部屋で、女の口力士の時退山が休止した問題を受けて、日本相撲協会が新たに発足させた、再発防止検討委員会の外部委員に就任した。2009年3月末をもって NHK、解説委員を退き、NHK を退職。同年4月より、法政大学に新設された、 スポーツ健康学部の教授に就任した。2009年4月10日に教育テレビ、11日未明に総合テレビで、視点、論点に出演し、NHK 退職後初のテレビ出演となり、その後、同番組は2010年2月5日、2011年2月18日に、教育テレビ、6日、19日未明に総合テレビに出演した。 2014年1月31日より日本プロサッカーリーグにリーグ運営の円滑化を目的として新たに設置される議決権を持たない特任理事に就任。2016年には理事に移動し、2020年の開戦で定年を迎えて退任した。ありがとうございます。